カノンはハグミと一緒に来たんだね。カノちゃん先輩が迷わないようにお家まで迎えに行ったんだ。ごめんねハグミちゃん、でもおかげで迷わず会場に来れたよ。これで全員集合ね。さあ花火を見に行きましょう。打ち上げの時間はまだ先だから。ココロ、何のために早く集まったのか忘れたの？ん？花火が待ちきれないからでしょ？いや、露天回ろうって言ったじゃん。花火はもちろんだけど、お祭りも俳句の題材としてよく出てくるんだよ。だからまずは露天を回って雰囲気を満喫した方がいいんじゃないかなって。はぐみ、リンゴ飴食べたい。それなら私はお好み焼きにしようかな。見事にお目当てがバラバラですね。全部回りきれるかな。いいことを思いついたわ。まずは二手に分かれてお買い物を済ませましょう。それからゆっくり楽しむの。うん、いいと思う。それじゃあみんな出発よ。来たし、どうしようかと思ってたけど、この辺りは結構静かだね。休憩にもぴったりだと思うわ。だね。あれ、そういえばカオルさんは？カオルさんなら飲み物を買いに行ったよ。もしかしたらお店が混んじゃってるのかな。でもここにいることは伝えてあるし、もう少しここで待ってみようよ。ところでココロン、さっきからすごく気になってるんだけど、ココロンが持ってるその袋って、もしかして？もちろん綿飴よ。袋もとーっても可愛いでしょ。書いてあるのはお店オリジナルのフワキャラかな。あ、そうかも。いいな、いいな。でもはぐみもね、お店ですっごくいいもの買ったんだ。鳥のブローチか。うん、いいんじゃない。浴衣にも合うし、はぐみちゃんが普段使ってるカバンにつけるのも良さそうでしょ、でしょ。さっきお店で一目惚れしちゃったんだ。おや、ずいぶん盛り上がっているね。カオル、遅かったわね。待たせてしまってすまない。その代わりと言ってはなんだけど、さ、これは、これってラムネ？しかも人数分。日が沈んできたとはいえまだ暑い。それにそろそろ喉が渇く頃だと思ってね。わあ、ありがとうカオルさん。そうだ、みんな知ってる？ラムネはね、夏の季語として使われてるんだよ。そうなの？それじゃあ私たちにもぴったりね。他にも浴衣や祭り、意外なものだとサングラスや夏期講習なんかも季語として使われるの。そうなの？サングラスとか昔っぽくない言葉でもいいんだ。じゃあさ、じゃあさ、ココロンの浴衣かわいい超似合うとかでも俳句になってるってこと？でも宿題として出すのはもうちょっと違う方がいいかも。確かに崩しすぎって怒られるかもですね。そうなの？それじゃあ、はぐみこそとっても浴衣かわいいわ。こんなのはどうかしら。いいね、お互いに浴衣褒め合う儚さよな。儚い。いや、どれも崩しすぎっていうか、どれも言ってること浴衣可愛いだけだから。ほら、浴衣はとっても可愛いじゃない。美咲もすっごく似合ってるわよ。だから
私が言ってるのはそういうことじゃなくて。